ダブルキャストは1998年6月25日にソニーコンピュータエンタテインメントより発売されたプレイステーション用アドベンチャーゲーム本作は記憶喪失になったヒロインを軸としたサスペンス作品であり暴力シーンや黒デスクな表現が含まれているまた四季を題材としたやるドラシリーズの第一作目であり夏を舞台としている劇中の 全シーンがアニメーションで展開するが、企画、原作、アニメーション制作は、ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動隊や、新世紀エヴァンゲリオン劇場版、エアー、真心を、君に、などを制作したプロダクションが IG が担当した。徹底して、フルボイスフルアニメーションで展開したこと、発売元がソニーだったこと、機動戦艦なでしこで知られる、後藤刑事が、 キャラクターデザインを担当したことなどが話題になった。本作はゲーム雑誌週刊ファミ通新作ゲームクロスレビューにてシルバー殿堂入りした。やるドラシリーズは全編フルボイスフルアニメーションで物語が展開するアドベンチャーゲームのシリーズ名であり、本作はやるドラシリーズの第一作目である。各作品は本線と呼ばれる。 メインのシナリオが一本存在して、そこから分岐シナリオが派生していくシステムになっている。プレイステーションで発売された4作品は、夏、春秋、冬といった季節が舞台となっている。また、大学生の主人公が、記憶喪失のヒロインと出会う、という共通の設定になっている。本作は、全編フルアニメーションで、物語が展開する。 マルチエンディング形式のアドベンチャーゲームである。アニメーションの途中で現れる選択肢を選ぶと、選んだ選択肢の内容に沿って、シナリオが進行する。条件を満たすと、ゲームをスタートした直後に選択肢が表示され、スタート地点を選べるようになる。選択肢は、水木との出会い編、水木との共同生活編、撮影旅行編、番外編の4種類が存在する。番外編は、 本編より少し前から話が始まる。シナリオを進行していくと達成率が上がっていく。また、特定の数値を達成すると登場人物のメッセージを聞ける。本作にはリプレイ機能があり、プレイしたデータのシナリオを選択しなしで通常のアニメーションのように見られる。出会い主人公は所属する映画研究部の飲み会で酔いつぶれる。目覚めると見知らぬ女性である。 赤坂ずきに解放されていた。ずきは自分の名前以外の記憶が思い出せないことを主人公に打ち明けると、主人公は自分の家に来ることを提案する。すると、ずきはすぐにその提案を受け入れる。共同生活主人公とずきの同居生活が始まる。ある日、主人公とずきは映画を見終わった後にラーメン屋に入る。 二人がラーメンを食べている最中にテレビが点灯するが、家庭の精神医学という番組に南西総合病院精神科の医師である森崎まな美がゲストとして出演している。水木はその番組を見ていると野球中継に切り替わる。主人公が野球興味あるのと質問すると水木は、うーん、え、僕テレビ見てたと言い、再びラーメンを食べ始める。 映画研究部の部長である、篠原遥は、英検が、プライベートフィルムのショーをしばらく撮ってないこと、大学の中央執行部から部室を明け渡せという、話が出ているらしいということから、劇中劇である、過去姫のネアを撮影して、プライベートフィルムのショーを撮ることを部員に宣言する。だが、過去の映画の撮影中に主演女優と、監督兼カメラマンが、大学の屋上から、 相次いで飛び降りて二人とも死亡するという事件が発生したシナリオなので主演女優を演じる学生がなかなか見つからない。そこで、遥は学外から主演女優を探す用部員に命じる。そんな遥に対して主人公は同居している水木を紹介すると、遥は水木を主演女優に抜擢する。主演男優の佐久間よしきと水木の顔合わせが 行われるるるが佐久間はをを見ると驚いた顔をするその後、主人公と、水木はスーパーマーケットで買い物をするが、その帰りに、水木はオートバイにひかれそうになる。それに対して、水木は、今のオートバイ、僕を狙ってた、と主張する。マンションに帰ると固定電話に着信があり、受話器を耳に当てると男の声で、あの女に関わるなと一方的に言われて電話が切れる。 墓参り過去の映画の撮影中に亡くなった主演女優の墓参りをした後、霊園で映画の撮影がクランクインする。撮影の途中、主人公の同期である三村秀樹が赤坂と掘られている墓を見つけたので、主人公と水木は三村に話を聞こうとする。だが、三村は水木の親戚の墓と勘違いして、水木の代わりに親戚の名前を調べると、墓には、 赤坂水木と掘られていた。その日の夜の帰り道、水木はフリフェイスのヘルメットをかぶったバイク乗りの男に襲われる。バイク乗りは主人公に気づくとバイクで逃走しようとするが、主人公が投げた空き缶をバイクが踏んで転倒する。その後、主人公は水木を公園に連れて行き、落ち着かせようとする。だが、水木はバイク乗りの男に襲われた時に、 お前なんか生きてるわけないと言われたことを話す。そして、昼間の同性同盟の墓が存在したことを持ち出すと、水木は自分の存在に疑問を抱き、取り乱して泣いてしまう。撮影旅行主演男優の佐久間が事故で腕を骨折したので、身長体重が近いという理由で、主人公が主演男優代理に抜擢され、主演男優をダブルキャストすることになる。また、 撮影旅行と称して、遥かの別荘で撮影が行われる。その日の撮影が終了したので、主人公は別荘の玄関先で休んでいると、2階のベランダから植木鉢が主人公に対して落ちてくる。主人公は、ま一発で避けるが、直後に、水木の悲鳴と何かが割れる音が聞こえたので部屋に行くと、衣装ケースの鏡が割れており、水木が倒れていた。 水木の話を聞くと、窓から誰かが見つめているのが鏡に映って、椅子を投げてしまったらしい。ベランダを確認するが、誰もいなくて、代わりに植木鉢が置かれていた跡が残っていた。英検部員が寝静まった後、主人公は、鳩場でこっそりセリフの練習をしていたが、水木に見つかって、一緒に練習をすることになる。途中、アドリブで水木を抱きしめながら、君は確かにここにいて、 僕の腕の中で必要な存在として成り立っていると言った後、水木と初めてキスをする。別居用の別荘での撮影が終了して、主人公と水木は自宅に戻ると、すぐに遥が現れる。以前から主人公と水木が同居していることを知っていた。遥は映画が完成するまでは、主人公と離れて暮らすよう水木に命じる。それから数日後、ポストに、 猫の死体が入っていたり、玄関に死ねなどの落書きがされたりするなど、主人公への嫌がらせが始まる。そのような状況の中、主人公がフィルムの編集作業を進めるが、うまくつながらないカットがあることに気づく。その時、撮影再開の連絡が入る。現場に行くと沢にギップスをはめた佐久間と水木がいた。そして、この日で撮影はクランクアップを迎えた。 襲撃すべての撮影が終わったので、水木は主人公の家に戻ってくる。その後、佐久間から主人公の PHS に着信があり、直接会って、水木の過去について話したいと言われる。主人公が玄関を出ようとすると、水木に、前、私をバイクで襲った人、あれ、佐久間さんのような気がすると忠告される。待ち合わせの廃病院に行くと、佐久間らしき人物に、 左手の刃物で切りつけられるが、主人公は蹴り返して応戦する。作まら式人物が袋工事の部屋に逃げたので主人公も部屋に入ると、そこには水木が倒れていた。部屋の小窓から外を見ると、外にはフリフェイスのヘルメットをかぶった男がバイクにまたがっていて、主人公に気づくとバイクで逃走してしまう。バイクがあった場所には、 南西総合病院と書かれた封筒が落ちていて、中には水木らしき人物が写っている2枚の写真が入っていた。その後、主人公は水木を連れて、遥かの家に行き、遥かに水木の看病を任せる。推理主人公は自宅に戻って、フィルムの編集作業を再開するが、また同じカットでうまくつながらず、手が止まる。主人公は何気なく2枚の写真に目を通す。 2枚とも水木らしき人物がテニスをしている写真だが、ラケットの打ち方が異なっていた。1枚目は、右から来たボールを右手で持ったラケットで打ち返した後の写真で、2枚目は、右から来たボールを両手で持ったラケットで打ち返した後の写真である。その瞬間、頭の中で一つの答えが出る。そして、遥かの別荘で、水木の部屋から主人公に植木鉢を落とした犯人も判明する。 主人公は PHS を取り出すと、遥かとに村に電話をかけて、協力を要請する。クライマックス編集したフィルムの死者という名目で、主人公は水木を物質に呼び出す。そこで、フィルムのカットによって、水木の気球でが変わることを指摘する。驚く水木に対して、南西総合病院精神科の医師である、森崎学美との会話を撮った映像を流す。森崎は、 姉の赤坂瑞木と妹の赤坂志保のカウンセリングを担当していた。森崎は姉の瑞木は自殺したこと、志保には姉の人格である凶暴な赤坂瑞木と仮の人格である記憶喪失の赤坂瑞木といった複数の人格が現れること、志保は右利きで、瑞木は左利きであることを説明する。そして主人公は肺病院で襲ったのは、 水木であることを指摘する。その瞬間、姉の人格である水木は手元にある刃物で主人公を刺そうとする。水木は主人公の家への落書きや廃病院で襲ったのは自分がやったことだと告白して物質から出るが、外には遥かと二村が水木の行く手を塞ぐように立っていた。とっさの判断で水木は立ち入り禁止になっている。非常階段を上って屋上へ移動したので、 主人公も後を追いかける。主人公が屋上に到着すると、水木は転がっている。鉄パイプを拾って、主人公を殺そうとするが、突然現れた佐久間によって、鉄パイプを受け止められる。佐久間は、生前の水木によって死事の中を邪魔されたこと、水木と名乗る人物が現れたので、お前なんか生きてるはずないだろうと聞いたことを打ち明けた。あと、水木によって、鉄パイプで殴られる。 水木は主人公を殺そうとするが、主人公に手首を掴まれた後、共に屋上から落下する。エンディング落下地点には、遥かと二村が用意したマットが敷かれていたため、二人は無傷で済む。飛び降りた影響で、姉の人格である水木は現れなくなり、志保の人格が現れるようになる。そして、無事に映画は完成して、主人公と志保は結ばれる。 証拠主人公は所属する映画研究部の飲み会で酔いつぶれそうになり、飲み会から離脱する。その代わり、飲みすぎて気持ち悪くなったクスノキ翔子を送るようはるかに頼まれる。駅で休んでいる時、証拠に、やっぱり将来はそっち方面の仕事するつもりなのと聞かれ、主人公はできたらいいんだけどね。できれば海外にでも行って勉強したいけどと答える。 それを聞いた証子は、両親に許してもらえず普通の大学に進路を変えたが、メイクアップアーティストの夢は諦めてないことを打ち明ける。そんな証子に対して、主人公は大学出てから少しの間働いてお金貯めて、それから勉強すればと答える。ファミリーレストランで休んでいる時、証子は、主人公が大学で捨てられていた子犬を拾って連れて、行ったエピソードを話すと、 そんな主人公の優しいところが好きだと打ち明ける。それに対して、主人公は翔子が駅で誰かを待っている小さい男の子の相手をしていて、男の子が泣き出したら、交番に連れて行き、父親が交番に来たので男の子が泣いて、父親の元に行くのを見て、翔子も泣き出したエピソードを話す。そんな翔子が自分の中の女の子のイメージに近いので側にいて、 欲しいと伝えると、翔子は泣き出してしまう。英検、親友主人公は所属する映画研究部の飲み会で酔いつぶれそうになり、飲み会から逃走する。眠気に襲われた、主人公はコーヒーを求めて、ファーストフード店に入るが、そこにはカウンターに突っ伏して寝ている水木がいた。事情を聞くと、彼氏から別れ話をされたので焼け酒をしてたという。それを聞いた、主人公は、 水木に一緒に飲み直そうという。映画研究部ではコンクールに応募する映画の主演女優を募集していたので、主人公は水木を推薦すると、部長の遥は主演女優を水木に決定する。撮影初日、二日酔いで遅れてきた二村は水木を一目見るなり、カメラマンを降りると言い出す。水木も同じ反応を示す。二村と、 水木は付き合っていたが、ニムラの方が別れ話を切り出したようである。そこで、主人公は水木を、はるかはニムラを説得する。主人公はいかに水木に主演女優になってほしいかを伝えるが、水木はスクリーンに映った自分をニムラが見て、過去の女として思い出してほしくないので、主演女優に復帰できないことを伝える。それでも諦めきれない、主人公は、 元気にやっていける自分をニ村に見せてあげてほしいんだと手紙に書いて水木の自宅のポストに投函する。遥はニ村に水木のことを聞いてみるが、ニ村は過去に付き合ってきた女性たちと違って、水木と離れている時になったり落ち着かなくなったりして、そんな自分がわからなくなり、怖くなって別れたと白状する。そんなニ村に対して、遥は自分に正直になりな。 後で後悔することになるよと伝える。予定していた撮影日、水木は撮影現場に現れ、に、村くんが嫌でなければ、カメラマン彼で行ってくださいと言い、撮影が開始する。企画が立ち上がったのは1996年4月で、あったが、この時は CD、CD ロム2枚組で春、夏、秋、冬の物語が入っており、1話が、 約30分のライトなアドベンチャーゲームを作るというものであった。4月から5月まで企画を作成したが、この段階では全編をアニメーションで動かす予定はなく、アドベンチャーゲームによく見られると名を多用したゲームを想定していた。6月から8月まで季節を抱きしめてのテスト版を作成して、シュガーロケッツの社長であった山本哲次に見せたところ、作るなら、 徹底して作った方が良いのではないかと言われ、1タイトルにつき1パッケージになるように、脚本、絵コンテを再調整することになった。それに伴い、1話につき約300カットの予定が、最終的には1話につき約1500カットに増加した。マスターアップは1998年4月であり、制作期間は約2年にわたった。ただし、本作と、 季節を抱きしめて、ンパにいた、雪割りの花の4作品を同時進行で制作していたため、実質的には1作品あたりの制作期間は6ヶ月から8ヶ月であった。タイトルが現在のものに決定するまで2回の変更があった。開発初期のタイトルは四季、夏であり、次のタイトルはフォーシーズンズメモリー夏アクトレスであった。最終的には現在のタイトルである。 ダブルキャストに決定した。シナリオについて、東郷光弘は高質なサスペンス作品を想定していたが、川崎逸郎によって、脚本を大幅に変更した絵コンテが仕上がった。ただ、その絵コンテが、後藤刑事が描いたキャラクターと合致したため、そのまま採用された。劇中劇である、過去姫のネアが導入された理由は、最初に水木の謎を問いかけてしまうと、 彼女の正体だけに、プレイヤーの興味が向かうことが危惧されたため、その興味を分散するためであった。また、初行シナリオの内容は、最初はいきなり映画を撮ってる状態から話が始まっていたんですよ。ある事件が起こって、学生名簿を調べてみると、水木という名前がなかったと、川崎一郎はインタビューで答えているが、それでは、誰が映画のヒロインに、 水木を推薦したのかが分からなかったため、劇中劇が導入された。予定されていた話として、遥が自分の初恋について話す話や佐久間が活躍する話などがあったが、容量の関係でカットされた。また、記憶が戻った水木が黙って、みんなの前から去るエンディングが候補として上がっていた。キャラクターに関しては、赤坂水木の服装はパンチラ対策として、 キュロットスカートにしていたが、川崎逸郎の指示でスカートに変更された。その結果、本作はお色気描写を規制していたプラットフォーマーであるソニーが自分から規制を破る形で、プレイステーション初のパンチラ解禁作品となった。本作の PS 版の初動は約10万本に達し、週間ランキングで1位となった。また、 本作の PS 版の推定販売系売本数は312,939本であり、1998年の年間売り上げの38位にランクインした。週刊ファミ通のユーザーが押す怖いゲームで本作は得票数が47票で9位を獲得した。投票したユーザーはパッケージに描かれたまるで学園恋愛ドラマのようなイラストとは 別人の水木に戦慄した今だからこそあの得体の知れない恐怖を感じてほしい。ただの恐怖ではなく考えることが多いにある恐怖を投票している。週刊ファミ通のあなたが32番目に好きなゲームはで、ファミ通編集者である二人が32番目に好きなゲームとして挙げており、それぞれバッドエンドを見てこその物語、トラウマレベルの恐怖、 恋愛物と思いきや、生産なシーンが印象的と評している。週刊ファミ通のクロスレビューでは、9、7、7、8の31点と採点され、30点から31点のソフトが対象となるシルバー言動入りとなった。電撃、プレイステーションの DPS ソフトレビューでは、60,80,80、90の310点と採点された。 ザプレイステーションのザプレ UPS ソフト品評会では64、88、77の229点と採点された。2007年にインフォレストからヤンデレ大全が刊行され、本作ヒロインの赤坂水希はヤンデレの一人として紹介を受けた。ただし、その収録基準はヤンデレ金坊のグレーゾーンに対してあえて間口を 広げたものであると懸命されており、水木の位置に関しては、著者の一人であるカーズが直接、大前に触れた文脈ではないながら、次の通り解説している。カーズは2008年にアスキー .jp に寄せた論考の中で、ヤンデレという言葉が誕生する以前から、小説、漫画、映画など様々なメディアにおいて、精神に破綻をきたしたヒロインは数多く描かれて、 来たとし、一歩そうしたヒロインたちは、ひたすら恐怖の対象として捉えられるのみで、そのキャラクター中に、萌え属性が見出されることはなかったと前置きする。その上で、萌え系の作品に登場した、精神破綻ヒロインの初期の一人として、赤坂瑞木の名前を挙げるのだが、デレの定義には、必ずしも合致しないことから、ヤンデルという表現に留め、本格的なヤンデレの登場は、 銀色、君が望む永遠などの発表まで待たなければ、ならなかったと論じている。2015年になり、ライターの伏待源は、飲酒でに寄せた文中で、厳密な意味では、ヤンデレとは異なるかもしれませんがと断りつつ、表裏一体の魅力を持つ赤坂水木は、ヤンデレの先駆者であったと評している。ライターの河内は、シシララ TV に寄せた文中で、本作について、 ヒロインの赤坂ずきという複雑なキャラクターを選択肢によって多角的に理解していくゲームと評している。ありがとうございます。